はい、どうもこんにちは、ナナイです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は位相空間論ですね。具体的な、位相空間について考えていきたいと思います。内容にある通り、ソルゲンフレイ直線というものについて、考察をしていきたいと思います。ソルゲンフレイという人は人の名前ですね。ソルゲンフライと書かれる場合もありますけれども、どちらでもいいかなと思います。で、実数上に、R 上にその位相を通常の位相を入れなくて、なんていうんですかね、ちょっと強い位相を入れるんですよ。それが、重要かっていうと、これ、例えば多様多様やった時に、私はそんなに詳しくないので。これが直接必要だっていうところに、当たったことはないんですけれども、演習問題としてね、位相空間を理解するのに、ちょうどいいかなというふうに思うし、これ、パラコンパクトになるので、パラコンパクトに、の位相空間を勉強しておいた方が、微分機械やる人は1の分割とかでね、パラコンパクト結局出てくるので、ただ、位相空間を勉強するときにパラコンパクト通常やらないことが多いと思うんですよね。コンパクトはやるけれども、パラコンパクトとかシグマコンパクトについては触れないことが多くて、演習に回されることが多いと思うので、それを考えても少しやっといた方がいいかなというふうに思います。はい。で、ソルゲンフライ直線というのは、こういうふうに RSOR っていう形で書かれることが多いですね。こういうふうに書かれることが多いと思うんですけど、半回区間で、これ基本近傍形によってその定義してますけれども、T たすイプシロンという形で書いてますよね。これ基本近傍形で定義してますけど、 A と B の、半回区間で、これを回帰に持つ、位相というふうに、言ってもいいです。これを AB を実数として、B の方が大きいとして、これを例えば B として、これを回帰とする。これで生成されるって言ってもいいですね。を回帰とする。R 上の位相と。加減位相っていうふうに言ったりすることもあります。こういうふうに入れると、通常のその位相よりも強い位相ができるんですよ。大きい位相ですね。回収合計が大きくなっちゃって、距離空間にならなくなってしまいます。R の通常の位相よりも、ユークリッド位相ですね。通常位相よりも、強いという言い方がいいかな。大きい位相。位相になるということが知られています。実際、回収合が多いっていうのは見て取れるんですけど、なんでかっていうと、通常の AB 入ってくるんですよ。例えば AB っていうのは、こんな風に書けますよね。N イコール1から無限大までの、A-N 分の1と B の区間の和集合という形で書けるので、これ AB になるので、この AB がこの中に入ってくるってことは分かると思いますね。この位相欄の中に。で、通常の位相だから入ってくるんですよ。それで、かつ、この形の位相っていうのは通常のユークリッド位相では回集合ではないですよね。でも、これもこれも両方とも回収合になるわけです。ソルゲンフライ直線の中でオープンになってるんです。だから回収合系が多いんですよ。でも、例えば、ハウスドルフだとか、正規空間という形になったりとか、 T6 空間ですね。で、有理数の集合が、中密部分集合があるから過分にもなったりするんですけれども、距離空間にはならないという性質があります。はい。
で、まあさっきも言ったけれどもパラコンパクトになってるんですね。まあそれについてはちょっと例えばそのパラコンパクトの定義とかもちょっとまためんどくさいので、例えば局所有限とか細回分細分についての定義とかも、お話ししといた方がいいかなと思うので、ここではちょっと割愛させていただきます。で、重要なのはこれが、関連不連結になってるっていうことですね。まあ、それを見ていきたいと思います。前回あの Q の、集合が完全不連結だっていう証明をしてなかったと思うんですけど、まあその代わりにこのソルゲンフレイ直線で、証明を試みたいと思います。まず R っていうのはこれ連結ではなくなりますよね。例えば R はこんな風に書けます。マイナス無限大から A までと、それから A を含む部分とプラス無限大のこの区間に分かれるので、これもこれもオープンになるので、これも両方ともオープンになるので連結ではないっていうことがもうすぐ分かります。っていうことですね。で、まあでもそのハースドルフにはなるんですよ。それはまあそんなに難しくなくて、まあ通常の、そうですね、その数直線書いてみましょうか。で、まあ A と B というのがこういうふうにあったときに、それを、まあ分離できるような回集合があるからです。まあ小さいのを十分小さいのを考えれば、こういうふうにこう考えてあげれば、分離できますよね。UA と UB という形で、UA と UB の回集合は別に縁があってもなくても関係ないです。あの十分小さく取ればいいので、空集合になるように取ることができますので、ハウスドルフンになって1点は閉集合になります。まあ、1点が閉集合であるっていうのは、必要十分じゃないですけどね。ハウスドルフだったら、1点は閉集合になるってことが言えます。で、実はこの A の連結成分っていうのが、1点のみなんですよね。で、完全不連結な空間になるっていうことです。連結成分っていうのは、まあ位相空間でしっかりとやる内容なので、ちょっと定義を出しておきましょう。じゃあページ変えますね。はい、じゃあ続きをやっていきたいと思います。ソルゲンフレイ直線の A の連結成分は A のみで関連不連結な空間であるということですね。で、まずその P を含む最大の連結集合 CP というのが、連結成分と言われるものです。で、連結成分というのは、まあ、つながっている成分で最大のものなんですけど、まあ、いくつかのその連結成分に分割されるんですけれども、この CP というものですね、これが P のみの時に、関連不連結というふうに言います。で、実際にその、R の SOR っていうのは、さっきハウスドルフっていうのは見ましたけれども、1点は閉集合で、ただし連結成分は CA は A のみになるんですね。で、完全不連結になるということです。ということで関連不連結な空間になるということです。それを見ていきましょう。2の A を実数を取ります。そうすると、まあ、A と、A プラスイプシロンという、まあ、別にこのイプシロンいくらでも小さい、ものを取ってもいいんですけれども、それよりも半分の、2分のイプシロンという、近傍を取れば、これとこの和ですね、 A プラス2分のイプシロンの和という形に取れば、どんなその小さいイプシロンを取っても、不連結になってしまうの分かりますか？つまり A と A プラスイプシロンというのはこれ基本近傍形なんですけど、基本近傍形はいくらそのイプシロンをちっちゃく取ったとしても、その新たに2分のイプシロンというものを取れば、つまり
まあ、図で書けばこんな感じですかね。A から A が入っていて、イプシロンまでの範囲のところをこんな感じで分けることができるんですよ。2分のイプシロンので A プラス2分の1イプシロンのところと、そこから、こういうふうに、2つの回集合に分けることができるわけです。ということは、これは何を意味しているかっていうと、連結不連結だってことを示しているわけですね。つまりこの、これが不連結な空間、部分集合になっているということなので、どんな2のその解禁棒ですね、解禁棒が不連結になっているわけです。ということは、もう A のその連結成分はその A のみだっていうことですね。つまりだってどんなちっちゃな点を取ったとしても、それよりもちょっと小さい、その不連結なその集合があるので、今 A よりも大きいところしか見てないですけれども、 A に対してこっちしか見てないですよね。 A に対して A たすイプシロンということしか見てないですけど、じゃあちっちゃい方に対してはどうなのかっていうと、例えばこう C というふうに取りますよね。でもまあ、C から見たらどんな、まあ、C プラス、イプシロンっていうのは、C から見たらその、A は連結成分には入らないわけですよ。いいですか。だってこれ、この C プラスイプシロンダッシュっていうのも連結にはなれないので、この A よりも小さいような、弦に対しても、この2の弦に対してもその連結成分 CC っていうのは CA とは一致しないわけです。だから、CA は結局 A になるしかないということですね。いいですか。今こっちのその証明は A たすイプシロンというところに焦点を当てて分割できるっていうふうに言いましたけど、 A よりも小さい値に対しても同様のことを考察すれば結局まあこれが言えるってことですね。ということで CA は A のみだってことが言えて、完全不連結な空間であるってことが言えるわけです。はい。というわけでですね、まあいろいろも他にも重要な性質があるんですけれども、まあちょっとね説明がなかなか難しいので、まあ例えばレインデレーフとかね、パラコンパクトとか、T6 空間とか過分とか、それから第二加算ではないとかですね、その辺もまあ解説していければいいかなとは思うんですけれども、まあ差し当たって必要なのは多様体をやる上ではパラコンパクトかなと思いますので、局所有限とかそれから解散分については説明する予定でいます。はい。というわけで今回の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。